米韓連合司令部賞1978年、米韓連合司令部、創設式米韓連合司令部は、1978年11月に大韓民国とアメリカ合衆国の合意によって、韓国に設置された韓国軍と在韓米軍を統合、指揮する軍事機関である。これによりマッカーサー率いる国連軍に1950年により、 異常されていた韓国軍の作戦統制権は、米韓連合司令部が継承することとなった。韓国大統領は、国防長官を通じて、韓国軍統帥権を行使する。国防長官はこれを受け、核軍総長を通じて、軍政権を、合同参謀本部議長を通じて、作戦指揮権を行使する。米韓合同参謀本部は、米韓の大統領と、国防長官の指示を受け、 戦略指針と作戦指針を米韓連合司令官に指示する。米韓連合司令官はこれを受けて反撃作戦を遂行する。米韓連合司令部は米軍が司令官、韓国軍が副司令官を引き受ける。地上軍司令官と海軍司令官は韓国軍が副司令官は米軍が引き受ける。空軍司令官は米軍が副司令官は 韓国軍が受け持つ防衛体制である。下部の参謀組織も、米韓混成である。米韓連合司令部と似た体制としては、米軍大将が指揮官として、作戦統制権を行使するな o が挙げられる。作戦統制権は、軍事主権とは区別されるものである。1994年になると平時における、作戦統制権戦時作戦統制権の異常延期米韓首脳合意期牽建制。 協調アピール、産経ニュース2010年6月27日、インターネットアーカイブ米韓、戦時作戦統制権以上を再延期勧告、国防省、20年代半ば、産経ニュース2014年10月24日、ありがとうございます。